あ、5月は、5人生放送は多分あって、オラフ君の誕生日とボンさんの誕生日があるから、この時は5人で放送すると思う。うん。5月22と5月30かな。は、5人生放送をすると思います。5月30だからあれなんだよね。月倉生放送あるけど、ここはちょっとボンさん誕生日放送優先させてもらおうかな。なんかセキュリティハウスとかかな。セキュリティ、去年の誕生日配信の時に、セキュリティハウスの先駆けじゃないけど、なんかみんなでアスレ作ったり、なんか闘技場作ったりしてたよね。あいつで企画決まってるんですか？いや、決まってないから何しようかな。何がいいと思う？ドズル社でね、2回目の誕生日配信、確かに。いや、なんか、2年目って感じですね。そうだよね。僕たちもう1年半ぐらい一緒に活動してるもんね、みんなで。クイズ系が好きなので、この1年のお二人に関するクイズ。まあ、そうだね。なんか、ちょっと考えようかな。クイズか。ボンさんの誕生日にボンジュール王決定戦もよくわかんないでしょ。振り返るクイズ。確かになんか、いいかもね。その、なんだろうな。僕たちとの思い出を覚えているかみたいな。うん。過去の動画の発言とか、行動を当てたり。この前、ドズ主のファンクラブの限定生放送で、ドズボン面この後何言ったっていうのをやりましたけどね。その、VTR を見て、動画でこの後なんてツッコミしたとかなんて言ったみたいなやつ当てるやつやりましたね。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。